浜田岳さんの妻、小泉みゆきさんとはどのような方なのか。身長差や年の差が話題のようですね。馴れ初め、結婚、子供のこと、幼稚園や写真画像などが気になったので調べてみました。小泉みゆきさんのプロフィール。名前、小泉みゆき、小泉みゆき。出身地、新潟県。生年月日、1979年1月28日。年齢、38歳、執筆時。身長、179センチメートル。スリーサイズ、83から62、90。血液型、B 型。電飾、ファッションモデル。所属事務所、立岡事務所、立岡オフィス。小泉みゆきさんは1979年新潟県生まれ。身長179センチメートル、九頭身という抜群のプロポーション。端正な容姿で知られる人気ファッションモデルです。2006年には富永愛さんや生方七重さんらと共にパリコレクションに出演しています。クリスチャン・ディオール、一世三宅、パリ、シャネル、グッチ、フェンディ、アルマーニ、東京、など数多くのショーに出演。また、資生堂やポーラなどをはじめとする CM や広告、ボーグ、台湾、ヤマダムフィガロ、フランス、エル、クレア、アンアン、フラウ、日本、などの雑誌に数多く出演。ファッションモデル以外にも、レイスタジオ、初代アシスタントや TBS ドラマ、新参者、NHK、大人のノベル、などに出演するなど、幅広く活躍しています。小泉みゆきさんと浜田岳さんの馴れ初め、結婚、子供。小泉みゆきさんと浜田岳さんの馴れ初めは、浜田岳さんがドラマの打ち上げで飲み屋にいたところに、小泉みゆきさんがやってきたことから。浜田岳さんは、小泉みゆきさんのその圧倒的なプロポーションに一目で釘付けになったのだそうです。また、小泉みゆきさんの方も、浜田岳さんのことを知っていたことから、一緒に飲む流れになったのだとか。意気投合し、もっと仲良くなりたいと思った浜田岳さんは、思い切って電話番号を聞こうとしたのですが、シャイな性格から切り出すことができず、お酒の力を借りることに。夜が明けるまで飲み続けて、最後には浜田岳さんと小泉みゆきさんの二人きりになってしまったのだそうです。ただ、小泉みゆきさんはお酒にとても強く、なかなか酔わなかった一方で、浜田岳さんの肩は何回も吐いてしまうくらい、ぐでんぐでんになってしまっていたのだとか。そこまでしてようやく最後の力を振り絞って、電話番号を教えてください、と切り出せたのだそうです。なんというか、浜田岳さんの人柄が忍ばれる微笑ましいエピソードですね。小泉みゆきさんの方も、そんな浜田岳さんに朝まで付き合うなんて、優しいですね。その後、2011年7月に二人は結婚。9歳差 &19 センチメートル差し婚、いずれも小泉みゆきさんの方が上、というインパクトもあり、大きな話題となりました。小泉みゆきさんと浜田岳さんの子供。なお、二人の間には、翌2012年1月に第一子となる女児が誕生しています。いわゆる出来婚、授かり婚というやつですね。娘さんについてですが、残念ながら現在のところ、写真や名前、通っている幼稚園などの情報は一切出回っていないようです。ただ、出産前からすでに浜田岳さんは子煩悩ぶりを発揮していたようです。浜田は、周囲に子供と少しでも多くの時間一緒に遊んであげたいから、将来的にはあまり働かなくなるかも、とジョーク交じりに漏らしているという。妻がエキゾチックな顔立ちの美人だけに、自分に似ていないことを心から祈っている、と話す一方、子供にはのびのびと成長できる環境を整えてあげたい、と父親になる覚悟も見せている。どちらに似ても、とても個性的で魅力のある人になりそうですね。親から愛されて育つでしょうから、きっと気の良い娘さんに育つことでしょうね。以上、小泉みゆきさんと浜田岳さんの結婚についてでした。